筋肉はな、筋トレだけじゃねえんだよ。柔軟も大事なんだよ。筋トレ生活ですからね。筋トレだけをするのが生活なんですけども、柔軟も入れましょう。僕は柔軟が大の大の大の苦手なんで、体操部として致命的なんですよ。それをどうにかしたいんですよね、大会までには。開脚を180度やりてえじゃん。できねえんだ俺、もう大の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 苦手だな。もうなんかね、柔軟サボっちゃうんですよね、なぜか。一日空いちゃうとダメ、毎日続けるコツコツが大事なんです。恥ずかしいんですけど僕はやります。いきます。これで本当は何分間もやんなきゃいけないですよ。もうね、これね、ここを引きちぎる感じでやらないと思うな。僕はもう手遅れですね。上下のが超硬い。まあこれぐらいっすね。上下じゃなくてこれ見てください、やばいですからね、超硬いんで。これはもうほんとね、これだけは嫌なんですよ。これが現状っすね。これさえできればもう、なんか今日は柔軟がどれだけできるか紹介してる感じになっちゃってますけど、まあダンベル、そうダンベル入れる。あたたあたた、お、これ効果あるぞ。いてててて、これができることによって何ができるか紹介しよう。蹴りの上げがあれですね、こう高くて高いところでも蹴りが上がる。要するに、そういうことだ。アメーバです。全部見るともう何日もかかっちゃうのでこう流してるんですけども、本当ありがとうございます。皆さん優しい心です。ありがとうございます。僕は18歳っていうのは、18です。18禁解禁です。僕はもうこれからセブンで堂々と立ち飲みできます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。勉強も取れます。皆様優しい心の持ち主です。コメントを紹介したいと思います。ありがとうございます。ほんと18歳になっていろいろと免許は取れますね。でも学校卒業してから取ります、車の免許は。28、あ、そうだ、俺は28、僕は松井玲奈さんと同じ誕生日なんです。こんないいことはないです。ありがとうございます。一ゲーってことなんだよ。今日は柔軟紹介、筋トレ生活的な感じ。じゃね。PDS 株式会社。ロックバスター、ウィーパー。